八枚観音塚古墳は、群馬県高崎市岩田町に所在する前方公園墳である。古墳は、国の史跡、出土品は、重要文化財に指定。高崎市の西方、北側を、東南流するカラス川と南側を投流する、薄い川とに挟まれた東西に長い帯状の大地状に所在する。この古墳の墳球は、前方部は4段、公園部は3段構成で、 横穴式石室は第一段の上に乗る形となっている。噴球と石室は高来弱を使って作られていたと考えられ、どちらの規模も35の倍数になっている。横穴式石室は全長15.8メートルを測る巨石仕様の大石室で、最も大きい石材は 4.5×3.4 メートル以上、重さ約50トンにも達する。その総麗さから、 群馬の石舞台とも呼ばれている。1945年3月、防空壕を掘っていた地元の人々によって石室が偶然発見され、30種300点に上る副葬品が発掘された。以下の出土品が上野国八万館の塚古墳出土品の名称で、1961年に一括して重要文化財に指定されている。4面あるのうち、 画文体新住教は、埼玉県行田市の埼玉東海山古墳から出土したものと同じ型から作られたものであることが分かっている。これらの遺物は、観音塚考古資料館に収蔵、展示されている。周辺の古墳とともに、八幡古墳群を形成する。大塚初重小林三郎、熊野正也編、日本古墳大辞典東京堂、出版、1989年、 179ページ。観音塚古墳高崎市、観音塚古墳、公益財団法人群馬県埋蔵文化財、調査事業団、観音塚考古資料館高崎市、高崎市観音塚考古資料館条例。高崎市。2016年12月17日閲覧。ABCD 観音塚考古資料館。利用案内。高崎市。 2016年12月17日閲覧。座標は、ジオロケータ、日本語版にて、群馬県高崎市岩田町800番地144をキーワードに検索して得た。ありがとうございます。